アローハー、毎日サンダルです。サンダルです。なんと1日2本撮り今日はね、前のんびり、多分前回の動画は朝散歩、お昼散歩で、今夕方散歩しに行こうと思うけど、いや結構ほらまだ並んでんじゃん。何のために並ぶの？だって限定品終わっちゃったの。そうだね、なんかあんまり本当ブランド品に興味がないから全然わかんないけど、キースっていうブランドとナイキがコラボした商品のあるそのショップがオープンしたっていうことで、数日前からもう超絶長蛇の列。あ、でここにもアイスクリーム屋さんができた。知らなかった。そっちの方が気になる。何これ、せやな。なんかしかもなんかちょっとさ、ラーメン屋のカウンターみたいになってるよ。面白い。本当だね。あ、でもほらキースって書いてあるから、多分ブランドのなんかコラボアイス屋さんなんじゃない。でもこんな壁をぶち抜いて作ったらさ、買っちゃう？食べちゃう？まあ、アイスクリームは次回ってことで。はい。あ、買えるんだ。あ、本当に？なんだろうね、もうなんか発売オープン初日は翌日の夕方ぐらいからもう長蛇の列ができてたらしいから。前日のって書いてあるんですね。あ、翌日は前日のあれ、ちょっとチーズケーキファクトリーの列も心なしかやっぱり少ないよね。うん、うん、マウイブリューイングも列ができてない。いやでもね、こっからサンセットはまあ真正面だろうからね。さあ、夕方のビーチの混み具合はどんなもんかね。言われたよ。うん、でもやっぱり、いや、まあ、どう見てもちょっと少ないよね、このサンセット時間。なんかもっともう足の踏み場もないぐらいわちゃーっていたイメージだけど、やっぱちょっと全体的に減ってるっていう感じはするよね。まあそれでもね、もちろん多いっちゃ多いんだけど。ソーシャルディスタンスは確保できるぐらいの人数になったって感じかな。前回ね、散歩してる時ちょっと撮影してなかったけど、グリーンフラッシュが実は見えてたじゃないか疑惑があるからね、せっかくの
休みで晴れて、ね、ちょっとまたグリーンフラッシュが見えたらいいなとは思う。本当にもう夏のピークを過ぎて太陽が海に沈む時期になってきました。ね、本来だったらもっとこうもうホテルにかかるとか山にかかって沈むところが見えないんだけど、もう海の上に落ちる時期になりました。もっともっとね、まあ夏終わって冬になってくればもっとこの辺に落ちてくる、太陽の位置がね移動してくるんだけど、もうちょっと向こう行く？どっちでも行ってみる。うん、多分向こうの方が見やすいかな。はい、お店やってんの？あ、でもちょっと雲がかかっちゃうのかな。ほら、もうだってチーズバーガーも全然並んでないよ。あれ、ライブやってる？あれ、ライブ始めた。さあ、アーカイブ残さないやつ。誰も見てない。やっちゃうとさ、写真が撮れなくなっちゃうんだよ。やめたらいいじゃん。僕も YouTube 撮影してるから、インスタライブやってると思う。写真が誰も写真撮れないって。スクショするしかない。スクショするしかない。そうね、みんなでもやっぱり写真撮ってるね。はい、アロハテーブル行ってきました。ハッピーアワーバードライト2ドル80セント飲んで、で、ね、トマトパスタが復活したからトマトパスタと、あと新しいメニューのプラントベースミートカツバーガーを食べました。美味しかったです。あー、残念ながらちょっと雲がありそうだね。雲にかかりそうだね。
猛暑に入りたいです。猛暑、まだまだ残暑素敵なサンセットありがとう。まんま結局ねメンテナンスしてそのまま変わらずにこれはあれだけどこれは何より楽しいの楽しいけど楽しいのかな。思ったよりなんかいい触り心地パキパキしてる。あんまりそのペコンっていう感じがしなかった。どうですかこう昔のこれの昔のインタマ感みたいな。いや分かんない昔のインタマってもう本当に1回しか行ったことないから記憶もほとんどないよね。どっから仕入れんだ本当にパチもまあまあ日本でもね大体修学旅行とか行けばさアジダスとかさ買うじゃんカジダスとかさっきからアジダスしか出てこないね、そういうのも売ってんだね。あんまりこういう雑貨に親
足りないっていうか。ピーマンとか大きめでさ、なんか友達とかと来てさ、じゃあ予算10ドルとか予算20ドルでお互いに何か買ってこうって買ってこうよ、なんかホテルでこう、ああこうお披露目会ね。まあそういう楽しみ方はあるよね。でもここにある何かが欲しくて買いに行くっていうことはどうやらなさそうだ。まあね、丸亀の列も角曲がってないね。このちょうど九日沿いで終わってるから、丸亀の行列でワイキキの人の多さを測るメジャーになってるけど、でこのぐらいだと多分本当に3割減ぐらいなんじゃない？こんな今何時？7時過ぎだから、おそらく本来であればね、もっと角を曲がって一番ピークの時間になると思うけど、まあ今日はね水曜日で平日の夜ってこともあるけど、まあぶっちゃけワイキキにとって平日も休日もあんまり大差はないと思うからさ、基本ね観光で来てる人たちが大半だろうからさ、あれジェラート屋さんないじゃん。じゃないですか。はい、まさか。あれなんかもう開いてる？あれもうライブやってないのかな。週末だけかな。ああ、そうだね。5周年の期間中、まあいつが期間だったかよくわかんないけど。ああ、大丈夫。あ、3階行ってみようか。ライブとかもうやってなかった。あ、でも片付けられてるから。あれイーティングハウスだったんだ。やってない。なんで？え、それともあれかな、コロナ。いや、もともと結構3階でシュアーファイヤーとイーティングハウスはずっとやってたイメージだけど。なんだろう。もう感染が増えてきて閉めちゃったのかな。多くなってきます。そうだね、陽性者でも出たかな。ストリップステーキもあれ結果やってないのか。なんかオープンテーブルとかではやってる的な感じで書いてあったけど、電気がついてるけど、まだリリアベーカリーも看板はもう電気ついてるで。25日は休み。いやー、クローズ、いやー。
まあでも本当にそのもうキリがないよね。延々と、うん？スカイボックス？ね、タッパハウスだから本当なんかつまみとタップハウスか。ドラフト飲めんのかな。チカチカする。え？なんだっけ？まあまあやってる？あ、やってるね。あ、やってるわ。モアニワイキキ。何やさ。ハッピーアワーとかあるかな。ハッピーアワーある。5ドルビアと10ドルプップメニューだって。マンデーフライデー4-6。マンデーフライデー。マンデートゥーフライデー。マンデートゥーフライデー。なるほどね。うん。まあね、なんか久しぶりにインタマを朝と夜と。視察っていうか、まあね、回ってみて、まあなんか久しぶりにまたいろいろ変わってて、ああなるほどねっていう感じでした。まあね、ちょっと感染者が増えてきて、今後まだまだどうなるかわかんないですけど、まあ引き続きちゃんと日常生活を送りながら、またハワイの状況をお届けしていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, Mahalo! Thank you, Mahalo!